芝か。ただ西山ヘディング、さあボールが渡る、シュート決まった。さあ小針1対1、シュート決まった。坂本監督も要所で今シーズンコメントしていた決定力、得点力、見せることができるか。決めた。前半アディショナルタイム、高いボール、キーパーパンチング、折り返してシュート、決まった。西山決めた、2対2同点。ゆるゆると入江は近づいてきました。ヘディング決まった。三度突き放すエース有馬アルビオン、3対2。中にいつもと、もう一度根本からワンツー、つながってトライアングルパス、つながった長崎、おっとちょっとボールが、あっと浜田が取りに行ったんですが後ろに反らしてしまいました。さあこの中盤ワイヤイ、堀江が下がって右、大竹、ここはスペースがある、2対2の状況だ、大竹チャンス、大竹シュートだー、決めたー、世田谷2点目。ここで縦突破していく、三本、もう一度根本だ、さあ今度はチャンスは世田谷、かわして根本が折り返しのボール、後ろからシュート、決めたー、最後も長崎左足で決めて、これで0対3。戸田奈良というね、この強力な4枚がいますが、さあここも大竹左足決めてきました、4点目。左出した田島、切り替えて三浦に出していく、さあ中高林、竹林から江崎の右足、ドリブルで持ち込む西川、シュートの体勢から右に一旦預ける、これはクロスバー、田中が163センチ、田畑が164センチ、この辺りがターゲットになるでしょうか。前線にボールを送ってくる、抜け出したか、触って決まりました。先制はセレッソ大阪、坂井レディス。伊賀ボールになる、中には2人、森を目指したところ、まだある、胸で落とした西川、シュートくる、キーパーです。ここもカウンター、さあこれはキーパーと1対1、落ち着いて決めました、2点目。田畑春奈、今シーズン4ゴール目。森が左サイドで前を向く、さあ中央西川、折り返して小川、キーパー。後半は大立場になって自分たちのプレーができ始めました。中に入ってくる、シュートを打っていきました。中盤での球際はかなり激しくなっています。森迫を狙う、森迫を落とせるか、エリア内入ってきてシュート、後ろからシュート、先制この宮、最後澤田でした。中野のボール、
谷本を狙う、追加点、谷本のヘディング決まって2対0対応します。この宮まだある、浦島よく奪った、中に入る、ここから打ってきた、1点返した斉藤彩香。この宮クリア、ふわっとしたクロス、シュート、中野、桜田、前線森迫、森迫のシュート、今の地にやってきました。杉原が後ろ向きで受け取った。さあそして竹野江です。この竹野江がどこを選択するか、その先にシュートはバーディー、弾かれた、ここは右に広げて高村です。高村千里がその先、小林です。小林の低いクロス、足元まだ残っているがパンチング、ガンボランチの元藤、川崎、さあ前に迫っていく、川崎のシュート、正面でしたが左足、6番松田春菜が何としてもと体で止めました。しかしまだ残っている13番の内田美鈴は強い、クロスが入った、ゴール前だ、コントラしたボール、正面だ、ヘディングで入っていく、試合がガラッと動く、そんな時間帯になりました。飲水タイムも明けました。このフリーキック、転がったボール、竹内がいます、下げます、神田、中に入れてきた、ヘディング入った、杉原春菜、背番号24番ワントップ、杉原春菜の頭で抑えました。剥がしてクロスが入った、大谷がいる、その向こうだ、右サイドを使った、近いサイド、高原折り返し、シュートを打った、ゴール前、混戦打てるか、日体大、ゴール打てないですが、その後大西が狙った、でボールを中央に送りました。今度はどうか、大谷を使う、角度をつけて長島がボールを送る、いいボールだ、最後決めたのは13番か、混戦の中しっかりとボール合わせました、愛媛先制です。再びボールは日体大、代わっていた高橋が中央、この裏に通った、シュートは枠の左だ、中央には途中出場の高橋がいる、近いサイド、金子のシュート、こぼれ球狙った、また枠です、ですがこの後丸山のシュート、ミートできない、